皆さんこんにちは。今日はですね、前回マック2万円分を篠山さんにすげえ食わされたんで仕返ししてやろうと思って篠山で牛丼並盛り40個も篠山さんミーティングって思ってくると思うんですけど、ミーティング終わってますからね。おいしいよ。ありがとうございます。領収書を切りましてですね、1万6000円ぐらい篠山さんの名前で切っちゃいました。イエーイ。この後めちゃくちゃ怒られるんですけど、めちゃめちゃ怖いですけど、まあちょっと仕返しなんだよね。ちょっと助けてくださいね。もうみんなで歌ってこう。じゃあ篠山さん待ちましょう。待とうぜ。お疲れ様です。なんでこれ立ってんだお前たち。待ってました。なんだお前、ミーティングじゃないの。もうこっちで全て終わらせました。マジで何やろ。どけよお前、何やってんのお前。いやこれ怒んないって約束してくれるんだったら。おい、怒んないよ。怒んないですか。じゃあ見てください。これ何これ。吉野家の並盛り牛丼40個。またやんのこれ。篠山さんがマック2杯分買ってきたのと呼んでくれないし。今日は食うよ俺は。40個って一人何個食べ、何これ食べ、どれだけ全部食べればいいのこの全員で。ちなみにこれ牛丼一つ600カロリーぐらいあるんで、全部2万6000カロリーぐらいありますから。マジで買ったの。で領収書切ったんですけど、篠山さんの名前で切っちゃった。これだね。1万6000円ぐらい。マジで。マジで。どんなルールなのこれ。30分間一本勝負で誰が一番食べられるか。一番食べられなかった人は罰ゲームでゴムパッチン。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 俺もう聞いてる。使ってきたらみんなの。申し訳ありません。ご視聴です。いや、やるかじゃあ。いや、それでは30分間早食い対決をやっていきたいと思います。イエーイ。よーい、スタート。よーい。うまい。おいしい。うまい。噛めねえ。みんな話さない話。いやでもうまいわ。何ね。まあでも食べても減らないで、こんな幸せなことは満腹で満たされるのが怖いんですけど、今めちゃくちゃうまいです。味あったら負けね。飲み込んでる。いや待て。マックでもやったからね。リミネしてる。あ、やっぱきついわ。2食目、完食です。おはよう。完食目いきます。うまいな。2食目いきましょう。完食目いこう。2食目完食。おっ、23分です。7分経ってないから。やばい、やばい、超腹痛いて、やべえ。どうしよう。うわ、やばいこれ。スタート、完食。やべえ、俺も全然食えない。やばい。どうしよう、やばい、お腹痛い。どうしよう。はい、はい、いやいや、冷や汗かいてきた。よっこりしもー。ダメだよ、カルピス買ってきたの。体にピース。体にピース。3枚目は全然突破できない。違う、俺飛ばした最初。1個目だけ勝とうと思った。じゃあ、しりとりやる、また。しりとりで負けたの、カルピス。どこで飲みましょう。それで行きましょう。インコ。動物食べましょう。ポーズ、行くよ。はい、はい。でも俺からやったらなんかズルだから、誰からやる。じゃあ俺からいきます。サッカー。違う、ごめん。じゃんけんだ、じゃんけんだ。お前ずるいよ、お前。じゃんけんぽい。あ、すごい。神様ありがとう。テニス。野球。バスケ。サッカー。バレーボール。ラグビー。アメフト。ソフトボール。バドミントン。水球。卓球。スキージャンプ。スキージャンプ。クリケット。フィギュアスケート。セパタクロ。何ですか。はい、何ですか。マイクいいよ。これ調べてください、ここで。で、以上何個目？何個？その中すいません、4食目完食です。早く言えよ。
3、2、1、アウト。つけたよ。いや、すごいな。みんな、無理だ。みんな汗かいてる。もう無理よ。朝倉コーチから。ダメだよ、お前、あのアイドルのグループとこれわかんないから。それ行こう。それ行こう。いやいやいや、まあ、もう無理だよ、アイドルグループで。バカだな、お前。アイドルグループ。いや、その名前じゃなくてグループ。グループ名。AKB48 おにゃこクラブ時代が結構時代が結構手渡りを貸してみたい。俺分かんねえ。光る元気渋谷期待すまん。ニュース少女隊。少女隊少女隊あるあるあるんだよ。で少女時代あー VG です。東方神起から 20。 あ、言われた言われたよ。右坂その後 48。 おー少年。え、乃木坂48、46じゃない？ 46 46。 はい、いただきます。おじさん3人から味噌汁飲んでますから若手はいらないっていう。よかった、篠田。4個の監督。おい、篠田の監督。残り10分です。お、篠田何個目？僕4つ目です。森は僕4つ目です。これさ、お腹痛くならねえ、これ。もうなってますもん。誰かが諦めたらさ、みんな美味しく食べれない。ゴムパッチンやられるとは。いや、篠田さん、やっぱり全然考えて食べなくて大丈夫か。俺ね、本当は卵で飲み込めばいいと思ったけど、卵がきつい。卵逆にきついですね。俺3つ食っちゃったもん。なんかやばい。おい、どうしたどうした。正反発。あれ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 、だねえ、こんなのお前。やつがいいな、これ。僕も落としました。落とした。落とした。これ食べます。なんか誇り取ったぞ、俺も。あれ、なんでみんな5位消えてる。最後の2分でこれ食ったら俺勝ちだろ、たぶん。あと7分です。森何個？僕も4つ目です。やっぱ4つ目？はい、一口します。きつい。こことの勝負じゃねえか。そうなんすよ。あと何個残ってるの？6個です。だからね、負けた人は明日の朝までこれ食べない、食べてこれ出られないから。地獄だ。ここで寝るって。俺もうこれ、やっちまったなぁ。それ、食べたお皿1個減るってことですね。いやいや、プライベートね。あー、落とした。厳しい厳しい。じゃあ今から英語使ったらダメね。カルテスね。でもみんな喋れなくなったらダメなのね。ずるいわ。じゃあやめようか。いや、いいぞ。シマノコーチ好きな運動。血糖値爆上げじゃねえかこれ。これさ、主治医見てたら俺怒られるよ絶対。いっちゃいましょう、一気です。ヒロの先生さんです。でも俺気づかなかった。や、やばか、よく気づいたね。気づきました。さすがだ。甘い。あー、おかしい。これ4分30秒です。苦しいわ。これカルピスでやばい。やばい。これやばい。もう思考停止状態です。勝負前半やりたかったな。おー、やべえよ、色の最高。大パッチョー。無理だ。最高。最高。超最高。これ無理だ。頑張った。ここあえて俺敬語使わないですからね。いいよ、もうやもうやばい。と何個？四個です。と何個？はい、五個目です。5個目です。お前、篠田勝てると思って食べてないもん。勝てると思って食べてないもん。くしょー。残り3分です。悔しい。伊藤も喋ってない、全然。ちょっと今、勝負に集中しております。けど、まずい、僕と森。いや、入ってこね。残り2分です。残り2分です。いや、最高。俺、喋りますよ、つって。一発目。もう、ありがとう。はい、はい、はい、はい。入らない。ついね、入らない。超大完食いきます。マジで。これ山川のあれすごいね。
ないって。5杯目なんで、なんでヒロノ食べれないの。甘い飲み物飲んだから。具体的には言えない。夏に美味しい液体、白い飲み物が長澤まさみが宣伝してる。そうね、体に10、9、え、そんなもん。あ、ちょっと待って、これよ、ちょっと待って、落ちてる、やばい、お、2、どっちだ。10、俺5、5杯目のほぼ終わりです。5、完食です。4杯と5、ちょっと5杯目森と伊藤が3杯目。ちょっと置いて、じゃあここ置いて、ここに置きましょう。置きましょう。こっちは伊藤、こっちで、こっちは森。なんだこのグレーな。いや、あれでもこっちの方が少なそうな気がする。肉はこっちの方が多いけど、ご飯が少ない。あ、うん、あ、正直、伊藤勝ちかもしれない。俺もそう思いますね。こっちの方が軽い。でも口に入って、あれ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 、じゃあもう2人じゃないこれ。牛丼にこの紅生姜を入れるよ。それで2人で向こう行ってもらって、紅生姜を当てた方が勝ち。じゃあ向こう行って、よーし、決めた。ごちそうさまっす。よし、じゃあ皆さんシャッフルします。もう腹腹した。はい、じゃあ森コーチ、伊藤コーチ、どうする。俺決まってんの、ずっと。俺はもう決まってますよ。いっせーのーせ、同じじゃない、同じじゃない。最初はグー、最後はグー。よーし、まだわかんない。さあ、運命の分かれ道、オープン。来い。はい、吉野家牛丼並盛り30分間早食い対決、結果発表いたします。5杯でしょ。ね、そうですね。伊藤浩司と森コーチが4杯食べなかったでしょ。食べなかったでしょ。伊藤浩司と森コーチが対決して、森コーチは負けたということで、最後は森コーチに罰ゲームということで、ごめんなさい。ええー、ごめんなさい。前にお願いします。はい、朝コーチ、いっちゃってください。カウントダウン。